皆さん、こんにちは、リットです。今回ですね、毎週日曜日アップする週刊アニメランキングやっていきたいと思います。今回です、今季2022年秋アニメ7から8話のおすすめランキングトップ20というこれ、いつもネタバレありでやっていきますね。その点ご注意ください。という声ですね。皆さん、今週、どうでした？いやー、僕自身ね、いやもうあの作品がもう神回すぎたということで、まあ、上位、まあ、5作品ぐらいはまあめちゃくちゃ神回だった中で、1位。これだっていうのがね、ありました。ぜひね、皆さんも予想しつつ、最初から最後までお楽しみいただけたらなと。全体見渡すの結構なんか、いびつなランキングというか、癖強めなランキングかもしれないです。まあでも上位はね、軒並みもめちゃくちゃ面白いというところでね、見てない作品あったらぜひね、これを機にご覧いただけたらというところでございます。で、来週からですね、ついに異世界おじさんがですね、放送再開というか、まあ放送はされてるんですけど、8話からついにね、来るという、これ、作画とかどうなってるのかとクオリティ面のね、もちろん不安もちょっとあるんですけれども、またランキングにもね、対象にも追加されまして、僕自身見るのも非常に楽しみだなと思ってますけど、その辺もね、お楽しみ。感想動画もね、1話目というか8話目をあげようかなってひとまず思ってるとこですが、今季いかんせん激戦すぎるんでね、マジで空気でね、いつの間に、放送始まってたんですかみたいになりそうなんでね、一応これはアナウンスしときますけれども、来週からついにね、録画される方は録画を忘れないように。僕は録画もしつつ配信も見よう。あ、僕も録画してないよ考えたら。あ、録画してるか。もうわかんないな、ちょっと。僕は録画してるわ。ずっと前から、1話から。はい。という子はね、ちょっとまたそれは来週お楽しみ。また、中間ランキングに関しては、まだ今季上げてないんですけれども、23が祝日ですね。その日、5000人突破のね、記念でライブ放送をやらせていただくっていう話を前にしたんですけども、その前にね、7時ぐらいに中間時点ランキングも上げようと思ってますね。今季超激戦の中で、僕も順位付けもはや楽しみというか、怖いというか、感じ、その辺またお楽しみお待ちいただけたらと思います。はい、という子はね。まあ、いつも、ランキング対象全部で28作品ですね。こちら、全部概要に作品名も書いておきますので、気になった作品があったら、ぜひそちらもチェックいただけたらと思いますし、ぜひ皆さん、またね、今夜ランキングに対する感想予測、皆さんの思う今週1位だった作品なんかもぜひね、コメントいただけますと嬉しいです。またね、21時以降、明日、動画上げます。そちらも気になった方はご覧ください。ということで、ちょっと前行きなくなりましたがね、早速20位からどんどん紹介していきたいと思います。では、まず第20位です。20位。参りました、イルマくん、第3シリーズ7話という声ですね。前回15位から5ランクダウンも再びトップ20入りというところで、いや、今回イルマくんめちゃくちゃカオスじゃなかったですか。で、クララ可愛いなとか思いながら見たんですけど、なんかまあ、ものすごいなんか、入り乱れたというかね、はっちゃめちゃな回だなと思って見てましたけれどもね。まあまた次回以降も楽しみに見ていきたいと思ってます。はい。では次19位です。19位。恋愛フロップス。もうこれもカオスでしたね。6話という声。前回24位から5ランクアップ19位というところで、もう何をしたいんだろうっていう感じの回なわけなんですけど、今回はね、マジで下ネタ全開すぎて、あら嫌じゃんみたいなとこから始まるんですよ。もうびっくりしちゃって。これ、流せるの地上波みたいな。地上波も普通に流れたら僕一応配信で見てましたけども、なんかすげえなと思いつつも、でもね、主人公にガチで惚れるね、カリンちゃん可愛くて、なんか本当に惚れるまでの流れがすごい良かったなと思いながら見てましたけど、ね、過去の記憶がなんか前のね、先生の時も流れたと思うんですけど、どう繋がってくるのか。まあ、めっちゃベタな形だとね、実は主人公ってね、過去みんな会ってたよとか言うんですけど、さすがにそのありきたりのやつじゃないかなと思うんですけど、まあその辺は今後の楽しみとして見ていきたいなと思ってます。はい。では続いて18です。18位。影の実力者になりたくて7話という声、前回13位から5ランクダウン18位というところですね。まあ相変わらずこの先に関しては、主人公が何やりてんのかようわからんなと思いつつ、シェリーちゃんがね、頭いい子、めっちゃ可愛かったんで、まあ、てか、子ちょっとエッチかったですよね、なんか描写がね。うん、いや、よかったです。あと、アレクシアちゃんとのね、シェリーちゃんの絡みがめちゃくちゃ面白くて、アレクシアでぶち切れてるのが、またあれはまた面白いなと思いながら見てました。んで、主人公に関してはもう、モブ奥義とかなんか発動すぎて、なんか1ミリもモブじゃねえなと思いながら、見てるんですけど、なんかね、やっぱ中途半端だなっていうのはね、見ててずっと思ってるとこです。うん、なんかギャグがハマってないというか、うん、なんか真面目にやりたいのかふざけたいのかっていうのはなんか毎回行ったり来たりというか、なんかいまいちこう、まあ別に真面目と別にふざけてるのが別に共存してるのは悪くないんですけど、そうなんかこう、なんか振り切れてないね、毎回の描写がっていうのは僕はなんかすごい思ってることです。はい。まあでもシリーちゃん可愛かったんで18にしました。では次。それだけじゃないけどね。うん、それだけもちろんないですが。はい。まあ、作家とかはね、非常に安定してるなっていうところは間違いなく思ってますし、
まあ、アレクシアちゃんもね、しっかり出番ありまくりでね、よかったよかったと思いながら見てますけど。はい。まあ、シンコは共感できないらしいんで、てかできないなって感じなんで、まあ別にそこには重きは置かずに、見ていきたいなというところですけど、うん、なんかね、何したいの影の実力者になりたいんで分かるんですけどね、なんか目立ちたいんだか目立ちたくないんだか、なんかよう分からんなと思って見てます、正直なところ。はい。では次17位です、17位。転生したら剣でした7話という、これ前回14位から三段も17位というところですね。もう転剣はもうなんか飯テロアニメになってましたね。もうカレー食べてんなと思ってね、やばいカレー買ってこないとって思ってるんですけどもね。今回は戦いの後だからこの緩い描写もかなり多くてですね、あの副団長がもうマジでやべえやつっていうのが分かった回でしたまた最後に関してはその副団長をね連れてきて、なんか何やら因縁ありそうな新キャラ、あ、副団長がか、これなんか なんか意味わからんことか最後にあの副団長が連れてきたなんか因縁がね、フランちゃんにありそうなキャラがね、あの青猫族って出てきまして、うん、でまあ2週連続ラストに新キャラを持ってくるっていう引きだったんですけどねこれはノルマイベントにしていくのかって感じですけどもね。またその後に最後映ってからもいたので、まあ、この辺がね次回の注目ポイントなのかなと思います。はい。では次16位です。16位、不徳のギルド7話という、これ前回11位から5ランクダウンも16位という、これね、まさかの2話構成というところで。ね、今回で終わらなかったんですけど特殊っ子の本気がえぐいというところでね、近かったですね。ちょっとシリアスっぽい感じも、シリアスっぽい感じもあったんですけど、まあそれまた面白いなと思って見てたところでございます。では次15位です。15位。不滅のあなたへシーズン2、4話ですね。こちら前回21位から6ランクアップ15位というところで、今回の不滅のあなたに関してはもう重要要素が連発回という、これかなり伏線も張られたのかなっていう感じの、回だったかなと思います。で、ボンに関してはまあ見える人というところでね、あのボン目線のフシとの境遇っていうのが、境遇じゃあボン目線のフシとの遭遇ですね。すいませんでした。あとメモってる感想読み間違えた。ここがね、そう良かったですよね。うん。なんか、あ、ボン目線でこんな風に見えてたんだみたいな、なんかすごい節が釣れて、なんか、あそこはちょっと辛いというかね、来る場面でもあったんですけど。で、やっぱボンに関してもすごい独自の世界観っていうのを持ってて、うん。で、面白いなと思いつつ、またさらっと観測者もね、今回は重要な発言を残しまして、節が目的を果たしたら自由が与えられるみたいな話もありましたけど、ここからどうなるのかという、こうね、まあ、次回も衝撃展開また来ますんでね、まあ、すでに放送はされてるかなと思いますけどね、僕もここから見るんで楽しみだなと思います。はい。では次14位です。14位。マブラブオルタネイティブ2期7話、つなし19話が前回16位から2ランクアップ14位というところですね。まあ、前回が、前回は別に前回は作画がっていう回か。いや、その前か、作画がって言ってたんだね。そう、どんどんね、なんかアニメ勢にとってはちょっと、なりようが難解になるなと思っての見てるんですけど、あ、そうか、前回そうか、002とね、スミカ、辛いなと思ってね、おかしくなっちゃって、その中でタケルがもうすごい執念を発揮して、みたいな感じの回だったな、前回ね。うん、っていう中で、まあ、今回に関してはすげえ詰め込んだなって印象を受けててやっぱダイジェストとかもあったし、まあ、決戦前夜っていう中で、まあ、そこの決戦前夜っていうのを一話に収めようっていうのはすごい感じました、うん、でまあ正直やっぱよくわかんない部分もいくつかあるんですけれども、まあ、シリアスの中でですね、まあ、和んでいく描写みたいなのも結構あって、まあ、それいいバランス取ってんな、だから挿入歌が効いてんなと思って見てました。でやっぱラブコメ色もねしっかりあるというとか、ね、マブラブ真実の愛というとかね、はい、本作ですけれども、まあ、次回以降はちょっと怖いですよね。はい、まあ、タケル、スミカマジ頑張れっていう感じですけれども、はい、心して見ていきたいなと思います。はい、では続いて13位です。アキバメイド戦争7話という、こう前回1位から12ランクダウン13位という、まあ、これは感想動画もね、上げさせていただきましたけれども、まあ、今回はまずまずかなっていうのが僕の印象でした、うん、まあ、結構面白いって意見も多かったんですけど、僕自身も面白い部分はたくさんあるなと思ったんですけど、いやちょっとここまでのインパクトが強すぎたがゆえになんか弱いような感じを受けるっていうなんかね感じのとこでした。で、ナゴミに関してはなんか まさかのね、前回本当にまあものすごいことになってネルラちゃんが亡くなるっていうところからナゴミがなんか忍者になっちゃうみたいなで、それはこの先にぶっ飛んでるなんかこの作品らしいなと思ったんですけど、まあ、ちょっといかんせん急激に強くなりすぎなーなーってちょっと思ったりとか、ちょっと忍者なんかシュールすぎた、道具的にはね面白かったんですけど、うん、
ていうのはあったかな。はい。でもやっぱ殺さないメイドっていうなんか新たなところを突き進むみたいなの良かったなと思いました。はい。で、まなみもね死んじゃって、まあなんか魅力のあるキャラクターどんどん泣き死んじゃうなっていう感じで見てますけれどもね。うん。まあ結果として最終的にはね、あの今の秋葉みたいになっていくのかなって、ちょっと道筋が見えたっちゃ見えたんですけど、まあこれやっぱね、この先ならではのぶっ飛んだ展開を僕は期待していきたいなというところでね、まあ次回から終盤戦って感じになってくると思うんですけど、楽しみに見ていきたいです。はい。では続いて12位です。12位。モブサイコ103期7話という、これ前回3位から9ランクダウンも12位というところですね。まあ、モブサイコ新章開幕というところで、まあ、前回めちゃくちゃ神回だったわけですけれども、今回からね、脳幹電波部に焦点を当てるというところで、ね、トミさんがね、もうやめちゃうみたいな感じでね、あのとこだったんですけど、まあ、かつてね、退部してた竹中がまさかの実はテレパシストだったっていう今回オチだったわけですけれどもね、あと霊芸の寝坊、ね、あのアラーム切り忘れて今日ぐっすり眠れたなみたいなあそこからのなんか結果的に間に合うのめちゃくちゃ面白かったですね。はい、っていうところですけど、新章ここからも楽しみだなと思います。はい。では続いて11位です。11位、 Do it yourself というところで7話ですね。前回19位から8ランクアップ、11位というところですね。いやー、 DIY よかったですね。もう今回すげえ DIY をやる回っていう感じだったんですけど、まあ、部長の魅力が際立ってんなと思って見てましたし、まあ、DIY の音、あれがなんかすごい心地いいなと思って今回は見てたとこでしたね。また作業に打ち込む JK みたいな、この辺のなんか構図もすごいハマってたなっていうのね、思いました。良かったんですけど、やっぱね、プリンをもっと見たいというか、もう仲間に加えてくれっていう感じがすごいしててまあこの辺は次回に期待したいなと思ってます。はい。では、ここからトップ10入っていきたいと思います。では、まず第10位です。第10位。宇崎ちゃんは遊びたいダブル、宇崎ちゃん2期ですね。こちら8話、前回20位から10ランクアップ、10位というところで、宇崎ちゃん、おもろかったですね。めっちゃ笑ったわ。キリ君がね、サクね、あれでもう、完全にもう、やられちゃってね、めちゃくちゃ面白かったし、なんか彼の小物感というかね、いろいろと張り合いながら頑張るのがまた面白かったりとか、サクはサクでしっかりすごい悩んでて、まあ、花ちゃん、まあ、宇崎との関係性みたいなところで悩んでるのもいいですし、まあ、出れてるね、宇崎ちゃん、ここもね、非常に良かったなと思って見てました。非常に面白かった回だなと思いましたね。いや、この先も非常に楽しみです。はい。では、第9位です。第9位。山のすすめネクストサミット、山のすすめ4期ですね。7話、前回10位から、ワランカップ9位というところで、山のすすめは本当にええですね。もう初日の出に初詣という中で、まあ、葵の成長確実に感じられるという中で、みんなのあったかさとか関係性がもう最高というところでね、いや尊いなと思って、見ておりました。はい。まあ、A パート B パートともにね、めちゃくちゃ良かったんじゃないかなと思います。はい。クラスメイトのね、この絡みとか、あの辺もね、非常に良かったですよね。はい。では次、第8位です。第8位、なんと夫婦以上恋人未満が、6話が前回17位から、9ランクアップしまして、トップ10入りでございます。空港に関してはですね、もはやこのランキング最下位にもしたことがあった作品なんですけれども、そう、まあその中で見てる方の評価やっぱ高かった、まあそれかもう切っちゃってるかっていう感じだったと思うんですけど、なんかもうここに来てハマってて、めっちゃいや前からちょっとハマりかけてたんですけど、ちょ今回完全に来てるなと思って、見てました。まああかりとこのしおりちゃんがもう可愛すぎちゃってね、発狂というなんでこんな急にハマりだしたのかって感じなんですけども、うん。まあ、でもやっぱ話がこう進展するにつれて、まあそれぞれのキャラの魅力ってより見えてきてるのかなっていう感じと、まあやっぱこのなんかヒルドラ的なこうドロドロした関係の中で、お互いがそれぞれこう頑張ってなんか一歩踏み出そうみたいな、この辺がやっぱなんかいいなと思いながら、またちょっとした心の変化とか、また嫉妬みたいなのもなんかうまく描いてんなと思って見てました。今回やっぱ特にやっぱあかりの嫉妬がまあ可愛すぎると、最初のね、名前呼びの下りっていうのも最高でしたし、うん、ちょっとここに来てね、完全ハマったんじゃねえのっていう感じがね、しおりもね、めっちゃ攻めて攻めに攻めてますけれどもね、いやー、いいんじゃないですか。この先もね、楽しみになってきました。はい。では次、第7位です。第7位。
スパイファミリー第2クール20話前回9位から2ランクアップ第7位というとこやね。まあスパイファミリーね、感想動画も上げまして、割とねちょっと B パートについて厳しいことを言ったんですけど、やっぱ A パートはまあさすがの面白さだなっていうとこで、まあこのちょっと高いかもしれないけどね、入れさせていただきました。ちょっとやっぱアニオリのやっぱオチも弱かった、ちょっと帳尻合わせ感はあったけど、まあでも A パートをね、まあ、伸びさせるぐらいやったらこっちが良かったんじゃないかって僕は思ってるんで、まあ、この順位でもあるんですけれども、 A パートはやっぱほんと面白かったっすよね。うん、まあ、最初の夜さんして放送 NG みたいな感じのあれもね、そう、いや夜さんそっちをあやちゃんに見学させるそのやべえでみたいなとかやっぱ面白かったですし、ね、ロイドのね、心、なんかロイドのね、お医者さん、心のお医者さんね、見学というとこで、そう、心の中読んで、それを頑張ってメモっちゃうみたいなのも面白かったし、うん、幽霊をね、もう信じて今後の治療方針まで変えちゃうね、お医者さんたちも面白かったですし、で最後のね、スーパー弁明術で回避みたいなあやちゃんもね、なんかオーダー療法の話しちゃっててねでも面白かったし、A パートやっぱもう文句なしでめちゃくちゃ面白かったなっていうのは思いました。まあ、それだけにやっぱ B パートはちょっともうちょいやりようあったかなと思ったんですけど、まあ、尺的にもなんかちょっと難しい回だったのかなと思いましたけどね。まあひとまず次回以降、まあ、次回ね、ついに新キャラ、フィオナ、まあ、トバリっていうねキャラクターが全面出てくるんでめちゃくちゃ楽しみだな、どんな風に描いてくれるのかなっていう風に思ってます。はい、でもアニメオリジナルはね、まあ多分次回はまずないと思うんですけど、まあ結構なんか2クール目の感じ見てると今後続編作られると確実に入れてくるんじゃないかなっていうのは思ってますけどね。まあ実験的な感じなのかもしれないですけど、この辺はどうなのか、まあうまくね尺使いつつ、この作品ってアニオリやっぱほんと作りやすい作品だと思うんで、まあそういう面でそのアニオリのクオリティみたいなのもね、上がっていくとやっぱその辺は嬉しいなっていうのは思いました。はい、では次第6位です。第6位、ボッチザロック7は前回5位から1ランクダウンも6位というところですね。こちらも感想とか今日上げたばっかりですけどもね、めちゃくちゃ面白かったんですけれども、まあ、位置づけ的にはため買いかなっていうのがちょっと演出にくどいとこあったなってやっぱ正直僕は思ってて、うん、やっぱ中盤から後半にかけてですよね、体育祭のところやっぱすごかったんですけど、ね、贈答ロープですか、すごかったんですけどそう、あれ別にあれをやるのは何も問題なくて、 その後も結構 CM 後も体育祭の話やってたから、ちょっとあそこのとこと、やっぱ最後のフランダースのやつなんかね何かに感染したのかみたいな勢いでね、なんか魂、なんか気も心がなんかどんどんね奪われていくみたいな、なんかあの辺のちょっとね、なんかやりすぎというか、尺が余ってんですよね。うん、まあ、単純に言えば。うん。っていうのは、まあ、ちょっと間延びしてるかなって感じを受けたんですけど、まあ、次回がね、まあ、神回だと思うんで、てか、まあ、次回はまあ、ほぼ1位なんじゃないのって勝手に思ってるんですけど、まあ、どうだろうな、対抗できる作品があるのかっていう感じで、そう、8話で決め回ってなかなか来ないんでね、やっぱり。そう、8話はやっぱ終盤に向けての盛り上げ回になりがちなんで、その中でまあ次回はまあタイトル回ですね。まあ決め回になってくると思うんですけどね。ここはもう期待でしかないなと。でも今回の話に関しては、その間延びしてるとこもあったんですけど、基本的にはめちゃくちゃ面白くて、最初のまあ坊ちゃんのね、出迎えに関してもそうだし、二人ちゃんやっぱめちゃくちゃ可愛いし、両親がね、坊ちゃんのことでなんか妄想だとか思っててまた面白いし、レンタル友達じゃないし、そんなこと言っちまうかみたいな。やっぱあの辺もアニオリとかも、アニオリもね、一概に悪いわけじゃなくて、そういうなんかめちゃくちゃ面白いアニオリも、いくつもあったなっていうところで、まあこれはちょっと難しいなと思って。見てましたけれども、うん、まあ、原作一話分こんだけの密度やっぱアニメに落とし込むのはでも間違いなくすごくて、うん、でまあ涼さんに関してもね、にじかちゃん、きたちゃんに関してもそれぞれうまく出番出してて、うん、非常にね、面白かったなと思いました。はい、犬の名前がいつもなんかずっと昨日から忘れてるんだけどダメだなマジで。ペン吉じゃなくてなんだっけ、ちょっと待って、あの名前だけ。なんか地味変だっけ、地味変な気がしてきた。あ、地味変じゃないか。うん、あれちょっと待って。地味変だな、多分。そう、なかなかこれを覚えなくて、なんでなのか分からないけど。あ、地味変だった、やっぱり。あ、犬もね、すごい可愛いし、面白いなと思って、見てました。で、この作品やっぱいいのは、面白いところ、笑いのなんかとんでもないギャグの上に、最後しっかり真面目に終わるんですよね。そう。てか、まあ、最後っていうか、毎回その、ただギャグ回じゃなくて、しっかり真面目な部分を入れてくるのがすごい好きで、今回では最後はね、まあ、ライブ向けてライブ頑張るぞっていう中で、まあ、台風迫ってきて、てるてる坊作ろうぜみたいな。なんかあそこ、なんかグッときますよね。ああいうとこもそうだし、やっぱその次回どうなるんだろう、楽しみにもなるし、ライブ回。これは、
まずできるのかっていうところなんですけど、そもそもこれやるとは思うんで、ね、ちょっと楽しみすぎるなというふうに思ってます。はい、ではここから、トップ5入っていきたいと思います。ではまず第5位です。第5位、僕のヒーローアカデミア6期8話、津田氏121話目が前回6位からワンランクアップ、5位でございますと。いやー、ヒーローアカはもう本当にもうずっとおもろいなっていう感じなんですけど、激アツでしたね。今回はまあ特にやっぱ霧島かっけえなと思って見てましたけれども、まあ、しがらき周りも熱すぎて、もうグラントリノに関しても相澤先生もデックンも、まあ次回はね、爆豪がやってくれそうな予告でしたけれどもね、いやー、面白いし、でまあ、まあ、しがらきに関してはやっぱ過去、彼の過去もね、なかなかものすごい辛いものがあって、うん、でまあ、志村さんのことを思うとね、本当に辛いなと思って、この辺ね、やっぱ敵キャラのなんか魅力というのかな、まあ、しがらきはまた難しいとこなんですけれども、でもうまいなと思って見てましたし、まあ、最後ね、あの、高専消失弾っていう、これ、相澤先生に当たるのかっていう感じでしたけど、どうなっちゃうのかっていうところね、もう、タレさん、ギガントマキアがやばいよね。ギガントマキアはマジ強すぎて。アニメで見てもよりなんか、僕も原作読んでるんですけど全部ね、もうなんか絶望感やべえなと思って見てたんですけど、そう、ただでさえしがらきがあんだけ強くて、で今回もう相田先生がね、もうもし個性なくなっちゃうんだったらもうね、あのその個性でも崩壊もあればギガント負けでもうどうやってもねヒーローたち負けちゃうよねっていう中でどうなるのか、非常にね、アニメとしてもクオリティめちゃ高いんで楽しみに見ていきたいなと思ってます。はい、では第4位です。第4位、機動戦士ガンダム水星の魔女7話、前回総集でしたが今回、4位というところですね。水星の魔女もね、感想動画はねちょっと上げたばっかりなんですけれども、いや今回ね戦闘シーンになりながらもめちゃくちゃ面白いというところで、やっぱ濃密でしたね。ミオミオがやっぱかっこよかった。でもそれが全部ね、あのスレッタのお母さん、あのプロスペラの手のひらの上なんじゃないかって見えてくる、この描写もまた見事に、もうスレッタの母ちゃん怖すぎちゃってさ、その上でデリングがあれこれ実は娘思いなのかみたいなねちょっと見えてくるとこもまた面白かったですし、うん、ね、最終的にデリングさんもグエル君みたいになってるかもしれない。株爆上げおじさんみたいな、ダブスタクス親父からねもう一気に昇格説あるかもしれないなと思いながら、またあの2000エランのね演技をする本物エランもまたこの辺も面白かったし、うん、いやー、うまかったですね。あと、ニカネーとシャディックの関係性、この辺も気になるところでしたしね。そう、まあ、エアリアルが出てこない中で、こんだけの面白さっていうのはすごいなと思って見てましたけど、スレッタちゃんなんか魔女裁判みたいにかけられてましたけどもね、この先ももう目が離せないなと思って楽しみでございます。はい。では、ここからトップ3入っていきたいと思います。では、まず第3位です。第3位。ブリーチ千年決戦編6話が前回7位から4ランクアップ、3位でございます。いや前回ねブリーチが1位じゃねえのって言ってて、ちょっと3位のちょっと心苦しいとこもあったんですけど、ものすごいクオリティでね、もうやまじいがもうやばいよね。この1話でこれをまとめてくるあたりの、やっぱなんかその辛さとこの濃厚さというかかっこよさもあって、作画もえげつなかったっすよねっていう中で見てました。うん、で、まさかの偽物からのね、あの、ユーハバッハン本物が登場して、あっさり挽回奪われちゃうみたいな、とんでもないあの、ユーハバッハン強さも最後見えてくるわけですけど、またね、アイゼンも出てきたりして、その辺もね、まあ、ちょっと兄寄りもあったかなっていうところで、激アツでしたけれどもね、どうなっちまうのかっていうところですかね。もうすごいクオリティで見れて、これはやっぱめちゃくちゃ盛り上がったなっていうところで、うん、その中で絶望感ですけどもね、まあ、この席も非常に楽しみですけど、まあ、ここはやっぱね千年決戦でもかなり盛り上がるポイント、そこをこんだけのクオリティでやってくるってもう本当に感謝しかないなっていうところで、ね、素晴らしかったと思います。はい、では続いて第2位でございます。第2位、チェンソーマン6話が前回2位同様2位というと、チェンソー1位になかなかできないなっていうのをね、ちょっとこれは申し訳ないところでもあり、タイミングも正直あるかなっていうところで、ここ最近はほんともうひたすら面白いとしか思ってないんで、いや今回で言えばチェンソーマンらしさが一番出た回なんじゃねえのって思いました。なんかあのテンポ感がっていう声もあったんですけど、僕はもうテンポ感で1ミリも気にならないぐらい入り込んでたし、いや超面白かったね。特にやっぱ小紅ちゃんがめちゃくちゃ面白かったですけれども、他キャラの魅力ももう存分に出てたというところで、やっぱアキくんがね、やっぱマジでかっけえわ。あのヒメパイの過去もそうですけれども、今回デンジのね、てか小紅ちゃんのね、あの
電池を倒すのならかばったりとか、もうかっこよさがもう無限に出てたなっていうのを思ったし、パワーちゃんね、ノーベル賞に関しても面白すぎましたし、電池がね、寝出したりとか、荒井くんが動揺したり、なんかそれぞれね、キャラ、まあ、姫パンに関しても、各キャラの魅力がもう爆発してた回やったなっていうのを思って、それを上でやっぱすごいカオスな感じとか、まあ、作画も非常に良かったですし、で、また劇版とかもね、使い方もすごいどんどん良くなってるっていうのを言い方はおかしいかもしれないですけど、良かったですし、カメラワークも良かったし、もう良かった点しか見つからなかったなっていうぐらいでした。でやっぱこれは結構感想とかでも話したんですけど、原作やっぱポンポンポンっていうね、結構一枚絵というか、その、空間をそんなに描いてない作品かなと思うんですけど、そこのやっぱアニメでの保管がものすごく良くて、で、また、表情の変化、コベニちゃんがやっぱすごい上手かったんですけど、この辺がね、すごいアニメは凝ってて、いや、おもろいな、とかいいな、と思って見てました。このやっぱ超カオスな、空間の笑いの部分にやっぱシリアスを乗せてくるっていうのはすごい上手いな、と思ってね。で、やっぱアキ君とヒメパイの関係性もいいな、なんかヒメパイなんかね、やっぱ女性陣が嫌われてるみたいに来ましたけどもね、いいなと思いましたよ。はい。で、コメディちゃんもね、なんかめちゃくちゃ声優さんあったし、ね、蓋を開けてみる。ダブルピースもやっぱ面白かったですし、いやもう本当、もう個人的にはやっぱ日の内の頃ないぐらいの神回だったかなって、神回というかもうめちゃくちゃ面白い回だったかなっていうのを思いました。で、まあ次回がね、まあ、チェンソーマン、本当の勝負回かなっていうのは思いますし、今回まあ、ため回っちゃため回かなっていうのはね、もうため回っていうのがわかんないけど、っていうところね。はい。そうか、トレンドはそうか、コメイちゃんが1位だったというところですかね。まあ、次回がまあ勝負会になってくると思うんで、まあ、非常に楽しみだなと思います。はい。そして、いよいよ第1位発表していきたいと思います。今回、1位はね、もうこれだっていうのがね、ありました。第1位発表していきます。今回、チェンソーマン、ブリーチ、ヒロアカ、ボザロ、ガンダム、これらをね、抜いて、石になった作品、こちらです。第1位。ブルーロック7は前回8位からランクアップ1位でございます。初1位というところでね、チェンソーより先に1位を獲得したのがブルーロックだったというところで、まあ、今季は本当1位割れてましてね、ボザロが3回取ってるんですけど、ガンダム1回、マブラブ1回、アキバ1回、ブルーロック1回。これチェーンソー取ってないのちょっとおかしい感じもするんですけど。いやー、ブルーロックだった、今回は。もうちょっとやばかったっすよね。もうめっちゃ泣いちゃったさ、もうちぎりがかっこよすぎて。もうそもそもイサキがかっこいいのに、もうちぎりがかっこいい。その上で最後チーム V が出てきて、ナジ君とか一緒に見れてさ、もうやばかった、もう。原作ファンはもうみんなもう大歓喜というか、もう、ね、泣いてんじゃねっていうぐらい、ものすごいクオリティでやってくれまして、いやー、原作でやっぱ屈指の名シーンなわけですけど、やっぱちぎりがこの鎖からこう、ぶち破ってさ、ゴール決めるまでのあの瞬間とか、まあ、角階層からの流れ、やっぱその、怪我をしてしまうって、やっぱすごいスポーツ選手とか、やっぱ強ければ強いほど、身体能力高いって、やっぱそういうこと結構よりあって、実際もするじゃないですか。っていう中で、その恐怖をもう乗り越えてというか、もう、これはもうね、今もうこれで走れなくても、なってもいいんだっていう、なんかここの、やっぱこの潔にこう触発された上での、この、ずっとこう、怪我してからこう、閉じこもった殻をぶち破っていくみたいな演出がもうめちゃくちゃ良かったっすよね。あのオーラの出方とかも。まあ泣いたわ。すごかった。まあこれでしょ今回の1位はっていうのをもう見た瞬間正直思ってて。で、なんか同時視聴やってる時に今週のトップ5何ですかってもうブルーロック絶対1位だよって言おうと思ったんですけど、さすがにちょっとね、それは食べときましたけど、まあ、これしかなかったなっていう感じでした。まあ、とはいえ別に週によってはね、今回言ってたまあ、ブリーチでも別にチェーンソーでも別に1位取れたんですけど、取るような回だったと思うんですけど、ちょっとブルーロックが今回抜けてたかなっていうのを、思いました。いや、めちゃくちゃ良かったし。で、構成としてもね、別に正直あれ、なんかうまく引き伸ばして、チーリーゴールで終わらせても、まあそれはそれで面白いと思うんですよね。でも、ゴール終わらせた上でやっぱチーム V が出てきてっていうところ、まあクオン、クオンは何や、あいつってね。もうね、絶対許さん、クオンぞって、まあ、あいつもコリンもんでね。あのチームに交渉してんだけど、コテンパンにやられてみたいな。で、どうやって戦うのかっていうところで、まあ一位セレクションね、突破のためにはチーム V に勝たないといけないっていうところなんですけれども、まあ、そのチーム V がめちゃくちゃ強いっていうのはもともとね、話があって、で、ナギとかね、レオとか出てきて、うわーって思ってね、ちょっと原作ファン的にも、やっぱすごいここは、まあ、超人気なんですよね、彼らね。っていうところもあるし、この先の展開もね、めちゃくちゃ面白いところじゃないですよ、もう。
ていう面でもめちゃくちゃこうテンション上がりながら見させていただいて、リサーチがこう宣戦布告していくみたいな、うわっつーと思ってね見てました。いや演出に関しても作家に関しても内容に関してもまあ120点満点よね。いやめちゃくちゃいい回って、でもしかもブルーロックってね、別にここがピークっていうわけでもなんでもないんですよね。そうこっからガン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 面白くなってくるんで、ひたすら楽しみだなっていう風にね思ってますが、いやでも想像を超えてきたね。めちゃくちゃ良かったです。ちぎり覚醒会素晴らしかった。もうこれが文句なしで今回は1位だなと思いました。はい、おめでとうございます。自分で言っておめ、自分でつけておめでとうございますって言うのは変なんですけど、でもそれにふさわしい回だったなと思いました。はい、という感じで、今回の今期2022年秋アニメ、7から8話のおすすめランキングトップ10ネタバレありの紹介は以上となります。今回ご視聴いただきありがとうございます。ぜひね皆さんの本やランキングに対する感想ですが、皆さんが今週1位だと思う作品、ブルーロックもし見てない人いたらマジで見てほしい。もっともっと盛り上がるべき作品だと思ってますし、まあブリーチとかはね、まだ最終章だからまた難しいかなって思うんですけどね、まあ、チェーンソーもガンガンガン盛り上がってきてますし、まあ、ボザラも相変わらずものすごい盛り上がってる。うん、で、水星の魔女に関してもね、まあ、水星の魔女ももうトレンドも永遠に毎回土曜、日曜の時やばいことになってるんですけども、っていう中で新作続編ともにめちゃくちゃ盛り上がってる中でね、この先も、まあ、ついに終盤戦に差し掛かってくるかなっていうのを思うんですけど、めちゃくちゃ楽しみだなと思ってます。またね、冒頭でも言いましたけど、23位は中間ランキング上げようと思ってますし、毎週ね、この週間ランキングとかいろいろね、動画、まあ、感想動画とかも上げてますので、ぜひこの機にチャンネル登録、高評価もしてますので、嬉しいです。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。大変長いでありましたね。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。